かなりお腹いっぱいになりました。あのラーメンショーでも普通のお店の普通盛りぐらいで、で中並盛りが普通のお店の2倍から3倍ということで、でトッピングしたらねものすごい量になります。なんか醤油豚骨ですごいこってりした感じですね。かなりあのお客さんが並ぶ。ちなみにトッピングした場合残すとお金を払わないといけないということです。皆さん気をつけてください。めちゃめちゃお腹がいっぱいになりました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。